調子侍です。佐藤です。お願いします。よろしくお願いします。今日は僕と佐藤君2人でカラー2022年スプリングサマーの紹介をしたいと思います。はい、まあ、ビーコンも入ってきてるんで紹介したいと思うんですけれども、はい、まあ、今回テーマは、まあ、僕らもデジタルでのオーダーなので、やっぱこう初めて商品見るわけなので、こう素材の良さに改めて感動っていうテーマでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあデリバリー紹介、まず1個目、ザ・ショーピースですね。モノフィラリップストップコート、税込み9万200円のネイビーサイズ2番ですね。めっちゃ可愛いですよこれ。カラーも定番的な素材になりましたね、このシリーズも。そうですね、 TEW ニットパンツ税込み4万4000円、ブラックのサイズ2番のご紹介です。これね、ちょっとセットアップっぽくも着て可愛いんで、続いてそれを紹介したいと思います。ぜひパンツと合わせて着ていただきたいですね。PEW ニットポロシャツ税込み41,800円のブルーのサイズ2番ですね。ランウェイで目立ってたブルーのボーダーしております。なんかこれ裏人気品番の気しますねオックスフォードシャツ税込み42,900円のライトブルーのサイズ3番となります。今回のキーデザインといっても過言じゃないじゃないですか、この PVC デザインで言って。はい、そうですね、はい、スニーカーは本当毎度素晴らしい仕上がりですね。今回も抜群ですよ。カウレザースニーカー税込み52,800円で、サイズ展開が 25.5、6.5、7.5、8.5 の4サイズ展開あるので、いろんな方に見に来ていただけるかなと思っております。これぞカラーっていうプリント T シャツじゃないですか。いや、こんな T シャツカラーにしかないと思いますので、プレインステッチプリント T シャツ税込み17,600円のサイズ3番でお出しておりますね。これめちゃくちゃ、これ形もいいし素材もまた良くなってる気しますね。いそうですね。はい、これもいいと思いますね。続いてカラービーコンのご紹介で、ポロシャツ PE カノコポロブラックのサイズ2番ですね。これブルーとかも展開あったんですけど、ちょっと紹介前に旅立っていっちゃったものが多くて、はい、とベルトも可愛いのありますね、はい、スニーカーに続いてちょっとこうリペア風のデザインになってるっていうところですね。カウハイドベルト税込み29,000円の、ブラックとブラウンか、はい、はい、2色で展開しておりますので、まあこれらをちょっと早速ご紹介していきたいと思います。着てみましょうか。はい、ではトップバッターはこちらのコートからご紹介です。モノフィラリップストップコート税込み9,200円のネイビーのサイズ2番になります。まあ、素材の良さに感動っていうところなんで、素晴らしいですねこれは本当に、はい、モノフィラリップストップっていうことで、リップストップ生地ですね。結構あのアウトドアのシーンとかに使われるような、この撥水とかあの軽さもあって、こう機能的な生地になってます。はい、でボディとしてはなんでこのネイビーに格子柄がこう入ってるんですよね。こうよく見るとこうチェックっぽくなってて、ね、このちょっとデジタルも感じるような、ちょっと近未来的なチェックになってるっていう面白さ、まあそれに、まあ、これでちょっとこうスポーティーなものを作るっていうよりは、やっぱりこうカラーらしいトラッドな近年カラーが提案するこのビッグシルエットのステンカラーに落とし込むっていうところで、結構大人っぽい表情に仕上がってるかなっていう品番ですね。これまでだと多分もうちょっとこうしっかりクラシックな生地でこういうの作ってたと思うんですけど、はい、まあ、このリップストップのこのエアリーな生地で仕上がってるからこその、こうちょっとこう動いた時のこの空気感、この動きの出方っていうのがやっぱこの品番でしか出ないかなっていうところと、まあ、単純にやっぱり軽い、そうですし着やすいっていう、着やすい、そこが一番ですね、うん、なんかコートのニュアンスもあるし、ちょっとロングシャツっぽい空気感も出るしっていう部分がやっぱ非常にこう嬉しいポイントかなっていう。なんか僕が思ったのは、うん、まあ、ちょっとモッツコートっぽくもあるじゃないですか、ベース。ああ、まあ確かにね。ベースの絞りとか、はい、なんかそこのこの、まあ、リップストップの格子柄も、はい、MA1 とか昔でいう、うん、あの M60 とか、はい、ああいう生地でも使ったようなものなんで、はい、なんかそのちょうどそのミリタリーの流れがある中、うん、あのすごいそこの取り入れ方もうまいなっていうのと、あのこの透け感っていうのも次につながってくる、はい、こういう PVC とかにちょっと当てはまる部分なのかなっていう。そうですね、確かに確かに。ちょっと最近レディースのルックとかも増えてるんで、このちょっとこうメンズレディース問わずに着れるような素材感とかシルエットとかっていう部分も、これ超可愛いです。はい、でまあさっき佐藤君が言ってくれたみたいな、このウエストの絞りとか、もうこれもねドローコードこのグリーンにしてたりとかで、ポケット部分はこの
ボールチェーンのジッパーがついてたりっていう、この素材と動きのシルエットとかでもデザインされてる中にさらにこう加点を狙ってくるようなデザインっていうのが本当に素晴らしいですね。でやっぱこのランウェイだとあのオレンジのスウェットとかでこう色の透け楽しんでましたけど、まあこういうバックプリントものとかでそういう遊びを聞かせるっていうのもすごいいいポイントかなっていう、そうですね、ところですね。まあちょっとこのコートとしてのこの羽織の防寒性とか全くないんですが、ここまでこう気分が上がって、それでいてこう軽くて着やすくてデザインもある服っていうのなかなかないですね。はい、スプリングサマーを抑えた品番かなっていう、はい、ところですね。でまあ今回この軽さのある生地っていうことで、ちょっとこれをコレクションのようにインナー使いするっていうのがやっぱり提案させていただきたいと思ってて、インナー使い、はい、はい、一回これをチェンジしましょうか。なんで上下、上下、うん、はい、チェンジしました。これおしゃれでしょ。おしゃれです。うん、後ろ向いた時とか抜群ですよ。ちょっとこうワンピースとかこうスカートっぽいレイヤーの感じになるっていう、コレクションのあのちょっと肉感のあるコートでこういう長短のレイヤードってなかなかハードル高いじゃないですか。はい、これはやると思うんですよね。できますね、うん、まあ、一応さっきのコーディネートはちょっとこう大人な感じの、はい、20後半からもっと上の方までいろんな方に来ていただけますよっていうちょっとコーディネートイメージで、これはちょっとこうアバンギャルドな感じとか好きな方にぜひこういうレイヤードのアイテムとしても使っていただきたいっていうイメージでコーディネートしておりますので、うん、まあ、カラーフリークの方やちょっとこう人とは違うの着たいって方はぜひこういうアイテムとしても使える9万200円のコートだったらぜひ見に来ていただきたいですね。はい、はい、もちろんカラー全身みたいなこういう感じもかっこいいと思うので、そうですね、僕はちょっと違う感じで着てみようかな、こういうのが好きな方にぜひっていうのでちょっとスタイリング変えてみたいと思います。はい、はい、もうこれは僕はもうちょっとこうモードが好きとかアバンギャルドな洋服が好き、やっぱり人と違うものが着たいって方にぜひご提案させていただきたいと思って、はい、ちょっとそういう方へ向けたコーディネートにしてみました。そうでした、黒多めメッシュとか、そうですね、カンタルデザインのものとか、うん、まああとこういうちょっと変形フォルムのパンツとか履かれる方とか、はい、まあ例えばやっぱりあのコム・デ・ギャルソンが好きな方とか、はい、あの幼児山本みたいなのちょっとたっぷりした分量のコートとか、ああいう竹長の雰囲気のあるもの好きな方とかにも、はい、ぜひちょっとカラーを取り入れてみませんかっていう、うん、まあ、こういう素材感のものってやっぱり素材の魔術師って言われるカラーでしかやっぱり買えない品番だと思うんで、はい、すごく価値があるものだと思ってるんですよ僕は、はいはい、うん、っていうのでぜひ、まあ、ネイビーでもかなりダークトーンなんでこうブラックものとかに掛け合わせていただいてもすごいハマると思うんです。そうです、あと、はい、僕思ったらこのやっぱこのアウトドアとか来るデザインの、うん、あの他のブランドにはちょっとないじゃないですか。ないですね。なんかちょっとこう取り入れると、うん、あの感じもか、まあ、そういう新鮮だと思います。新鮮だと思います僕も、ね、めっちゃかっこいいです、ね、はい、ぜひ見に来ていただければ嬉しいですっていうのと、うん、まあ、これ着てた、これランウェイで着てたあのアワーズのクラウドさんとか、 あの人のファンとかも結構多いと思うんです。お客様にもあれ見てますってよく言われる、はい、あれ好きな方にも、あの方好きな方にもぜひ見に来ていただきたいっていう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いてはこちらのポリエステルダンボールのニットパンツ、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、では改めてポリエステルダンボールニットパンツ税込み4万4000円のブラックのサイズ2番、まあ、カラー流のトラックパンツって言っていいんじゃないですかね、これ。そうですね、はい、まあ、この素材もめちゃくちゃ良くない？いや、めっちゃいい、はい、の前の秋冬もあのオーダーさせていただいたシリーズなんですけれども、まあ、春夏仕様ということで今まで以上にこうサラサラで生地ももちもちでなのにライトでめちゃくちゃ履き心地がいいっていう、はい、まあ、本当にもうトラックパンツとかスウェットパンツとかが好きな方にはもうぜひ手に取っていただきたい。でもこうスウェットパンツよりも軽いじゃないですか。そうです、しかもこう肉感もそこまで分厚くなくて、はい、サラッとしてるので履きやすいし、でこうトラックパンツみたいなスポーティーさもあるけど、やっぱこのカラーなりのこのポリエステルのこのサラッとしたこの上品な光沢とかもあって、きちんと感もそれなりに出るっていう。そうですね、これ本当にあのどの季節でも履きそうな。そうですね、うん、めっちゃいいですね、はい、まあ、それでいてね、この
ステッチワークのデザインもしっかりあるんで、うん、ちょっとこのなんか湾曲してるラインとかで、横はもうスタンダードにライン1本で、ね、まあ、潔く、それがいいですよね。うん、デザインの量もちょうどいい。ちょうどいいですね、うん、これでここまでこうグッときてもいいですけど、まあ、それだとちょっとしんどいって思われる方もいらっしゃるかもしれないね。で、裾のリブもね、ちょっとこの異素材になってるんで、メリハリもすごいしっかり出ますし、うん、後ろ向いた時の可愛さもしっかりありますからね。ちょっとポケットの部分は綺麗にこうシームも入るし、センターにこうステッチも入るんで、うん、これはもう一本あるとめちゃくちゃ重宝しますね。これお尻もスッキリしてるんですか？いや、お尻周りは程よくゆったりしてるんで、で、ちょっと裾にかけてやや細くなっていくようなラインになってるんで、結構こうパンツのライン の, あの好き好きもそんなに問わないアイテムになってると思いますね、はい、でウエストも紐なんで、そうですね、はい、めちゃくちゃいいと思いますね、うん、まあ、アウトドアもののこういうちょっと普段皆さん着られるようなブルゾンとかとのマッチングも非常にいいんで、うん、コーディネート問わずに使っていただけるし、カラーにしかない商品になってるかなと思いますね、はい、これをじゃあ僕はちょっと違う感じでまたコーディネートしてみましょうかね。まあ、僕はちょっと分かりづらいですけど、こういうスウェットとかに合わせてちょっとこうスウェット上下みたいな空気感でもコーディネートしてもかっこいいかなっていうご提案、はい、そうですね、っていうのと、こうやっぱさっきスニーカーでしたけど、こうブーツと合わせてもかっこいいんですよ。かっこいいです ね、うん、結構また違うパンツに見えてくるというか、そうですね、うん、結構いろんなコーディネートしがいあるパンツかなと思ってて、次の秋冬のランウェイとかはこのパンツをそれこそこういうブルーのスウェットとかで履いてちょっとトラックパンツっぽい提案されてたんで、これまでは結構ジャケットとかに抜けのアイテムとしてこういうパンツ合わせることが多かったんですけど、はい、うん、なのでこれちょっとうちとしてはなんかこう新たなパンツとしてすごく提案していきたいなと思って。そうですね、うん、前のシーズンにね、あのポリエステルダンボールの、あの V ネックのはい、フルオーバーとか買われてる方とかもちょっとセットアップっぽく使っていただけるんで、そうです、はい、あのトップス持ってる方とかもぜひ見に来ていただけるといいと思いますね、はい、はい、まあ、なんでこれはスウェットパンツとかトラックパンツとか好きな方にぜひ試していただきたい一本とご紹介になります。はい、これこういう上下にしても可愛いんで、ちょっと一回やってみようかな。はい、こちらがポリエステルダンボールニットポロ41,800円ですね。はい、じゃあブルーのみなんですけれども、このこんなセットアップなくない？ないです。はい、こんなのサイズないです。はい、このブラックにブルーのラインなんで、ちょっとこのブルーで拾ってっていうちょっとこうトモジの感じに今回うちではオーダーしております。はい、はい、でな、まあ、このねポロシャツなのにこの素材っていう面白さもあるし、この発色やっぱカラーってやっぱこう色の魅力もあるじゃないですか。はい、この赤の効き方とか最高じゃない？超可愛いです。僕これ今回のデリバリーで一番好きなの。で、皆さんびっくりするぐらい軽いんだよこれ。いや本当に、はい、オーバーサイズものなのに全くこう重量感はなくて、はい、着心地がめちゃくちゃいいっていう。そうです、ね、それでいてやっぱちょっとこれ持ってないやん、ビッグティーとか皆さんいっぱい持ってますけど、はい、うん、でこうスウェットの上にも重ねれるし、うん、結構ね夏以外も着ると思う。着ますね、うん、シャツもうほんと何でもいいですもんね。はい、何の上にも重ねれるし、もちろん1枚で着てもいいしっていう、うん、でこう一目見てあカラーやって分かると思う。分かります。うん、クローゼットないアイテムなんですごくプッシュした品番ですね。はい、まあ、僕はリアルにちょっとまあロングティーとかスウェットの上にっていうご提案なんですけれども、まあ、ちょっと佐藤くんのこういうアウターの上に着るみたいなカラーの提案もちょっと一回見てもらおうかな。はい、いやもうこのサイズ感でしかできない着こなしになってると思うんですよね。めちゃくちゃいいです、うん、これだけちょっとこう大げさな重ね着しても全然着づらいとかないじゃないですか。この素材やし、この身幅やし、このアームのラインで軽い素材なんで、はい、めちゃくちゃ可愛くないこれ、うん、超可愛いですし、後ろから見た時もすごいいいね、このボリュームの出方とかも。どうですか？うん、めっちゃ可愛い。あの、で村井さんさっきのレイヤードも見て思ったんですけど、うん、このなんか丈感もすごい絶妙な絶妙やね、長さで、
うん、これ僕今着てますけど、うん、若干こう多少でまあちょっとですけどレイヤードされてるじゃないですか、うん、確かになんかそのこれも計算して作ってるとしたらもう怖いですよね。いやしてるでしょ、すごすぎます ね、うん、本当にすごいブランドですし、これは本当にいいです、はい、素晴らしいですね、まあ、これは本当にあの単純にもオーバーサイズとかが好きな方にはぜひ手に取っていただきたい。おすすめできます、はい、フーディーとかビッグティーでやっぱりオーバーはお持ちだと思うので、シャツとか、はい、ちょっとまたポロシャツっていう新しいアイテムのオーバーサイズとしてぜひ手に取っていただきたい品番となっております。はい、はい、じゃあ続いてはすいません、じらしてカラーキックスいきましょうか。はい、はい、続いてはスニーカーのご紹介になります。こちらがカウレザースニーカー税込み52,800円で、サイズ展開は 5.5、6.5、7.5、8.5 の4サイズ展開がございますね。はい、もうこれはもう単純にスニーカー好きの方にはぜひ試していただきたいと思ってます。そうですね、はい、あとはまあカラーのスニーカー、まあ毎シーズン可愛いの多いじゃないですか。はい、前のシーズンだとあのランニングシューズベースのものだったりとか、はい、結構毎シーズンちょっとこうインスピレーションが変わりながら出てるんですけれども、まあ、今回はちょっとこうスケーターシューズをインスピレーションとして作られてるんで、ちょっとソールもこのラバーの硬さのあるタイプのスニーカーになってますね。はい、可愛くない、このここまでちょっとこう大胆にロゴ入ってるのも珍しいタイプかなっていう。いやそうですね、はい、あのすごいポップですもんね、なんか感じも。そうですね、入り方とか、はい、なんかこのやっぱりね、ちょっと靴のこうリペア感というか、はい、ちょっとこうもう長年履いてきたものをこう愛用してる、でこうちょっと補修していってるようなデザインなのかなって僕は感じてたりで、こういう、そうですね、はい、あとまあちょっとこう靴の構造をすべてむき出しにしてるような、このちょっとこうパンクな姿勢とか、なんかいろんなのを感じられる品番になってるかなとは思ってますね。そうです。むき出しっていう面では今回のカラーのコレクション、はい、テーマ的にもちょっと近い部分あると思いますし、このアイレットと、はい、このホッチキスのシルバーと相性とかもすごいですね。はい、そうですよね。超可愛いです、これ。なのにやっぱこう、オーセンティックな部分は感じるっていうのが、いやもうさすが。すごい好きなポイントですかね。はい、うん、ね、こっからちょっとクタってなってきてもすっごい可愛いと思いますし、あ、そうですよね。これ履き込んでいくと、はいはい、あの裏側の感じとかもだいぶこの馴染んでいく感じですよね。はい、馴染みというか柔らかくなって、はい、風合いが出てくる。はい、まあもうパンツも選ばないと思いますね。まあワイドでかぶせでちょっとこういう先端とかソールのデザイン見えるだけでも十分存在感ありますし、はい、まあ、トラックパンツみたいにこうスニーカーとして全面的に使っていただいてもかっこいいと思うので、はい、まあまあ、ぜひ見に来ていただければなと思っております。で続いてこちらのカラービーコンのベルトも可愛いですね。まあ、これもなんでこういうねちょっとこうつなぎ合わせたようなディテールになってるんで、はい、まあ、ちょっとねご時世的にもやっぱちょっとヴィンテージとかグランジとかこうなんか古着の再解釈みたいなのが増えてるんで、なんかそういうのをカラーで表現するとっていうディテールなのかなっていう僕個人は感じたりっていう部分ですね。これなるほど、はい、へえ、かわいいですよ。この辺のちょっとロゴの切れる感じとかも面白いですし、ちょっとウエスタンな感じもあっていいですね。そうですね、こう合わせても絶対かわいいじゃないですか。いやー想像できますもう今、はい、実際その2つこう横並びでもすごい可愛いんで、はい、ね、こういうなんか流れ感じますね。感じますね、はい、まあ、洋服のデリバリーも揃ってますが、この辺のスニーカー小物も見逃せません。見逃せない、はい、はい、ぜひとも大阪店に見にいらしてください。はい、お願いします。では今回の動画もグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。